声の山梨県の広報誌ふれあい平成29年6月号ボリューム158をお届けします。なお、ふれあいは平成27年4月号よりレイジー版も発行しています。どうぞご利用ください。今月号の内容です。世界遺産富士山を後世に守り継いでいこう。お知らせは9件あります。 世界遺産富士山を後世に守り継いでいこう平成25年6月22日に世界遺産として登録決定され4周年を迎える富士山その富士山の保全のため県では様々な取り組みを行っています世界遺産富士山の美しい姿を後世に引き継ぐため皆さんのご協力をお願いします上の写真は 長く裾野を引いた富士山と湖です湖畔には可愛い花が咲いています本文に戻ります富士山保全協力金の事前受付開始美しい富士山を後世に引き継ぐため富士山保全協力金制度を実施しますいただいた協力金は環境保全対策登山者の安全対策などに利用します 対象者5合目から山頂を目指す登山者金額基本1000円協力金をいただいた方には山梨県内の温泉施設やホテルなどの割引優待が受けられる記念品木札を差し上げます受付事前受付9月10日日曜日までインターネットコンビニエンスストア 現地受付山梨側7月1日土曜日から9月10日日曜日富士スバルライン5号目吉田口6号目7月11日火曜日から9月10日日曜日富士北陸駐車場静岡側7月10日月曜日から9月10日日曜日富士の宮口5号目御殿場口新5号目 すばしり口5号目水がつか駐車場右に写真が2枚あります上は富士すばるライン5号目で協力金を支払う登山者下は混雑日におけるご来工事の山頂写真提供環境省混雑予想カレンダーを参考に安全な登山を 富士山は週末特にご来光の時間帯の山頂付近が大変混雑します今年新たに作成した富士登山混雑予想カレンダーを参考に混雑する時期を避け快適な登山を楽しみましょうまた富士山は活火山です突発的な噴火などに備えてヘルメットを持参しましょうヘルメットは落石や転倒の際も 頭部を守ってくれますので、トゲ山道の危険箇所では着用しましょう安全登山について詳しくは富士登山オフィシャルサイトへ「インターネット富士登山オフィシャル」で検索「2017年富士登山混雑予想カレンダー7月8月9月」「カレンダーの見方混雑日」 登山者が非常に多く登山道によっては各所で行列渋滞が発生し自分のペースで歩くことは困難やや混雑日混雑日ほどではないものの全体に登山者が多く登山道によっては行列渋滞が発生平常時日の出時刻前後の山頂周辺を除き比較的自分のペースで登山が可能。 7月、改ざん日、7月1日、吉田口、7月10日、富士宮口、御殿場口、須走口。混雑日、15日土曜日、16日日曜日、22日土曜日、29日土曜日、30日日曜日。やや混雑日、23日日曜日、28日金曜日。 他は平常時。なお、7月28日は富士登山競争。8月。混雑日。5日土曜日。11日金曜日。12日土曜日。19日土曜日。やや混雑日。4日金曜日。6日日曜日。9日水曜日。10日木曜日。13日日曜日。 14日月曜日、18日金曜日、20日日曜日、26日土曜日、27日日曜日、31日木曜日。他は平常時。9月、やや混雑日、2日土曜日、9日土曜日。他は平常時。平山日、9月10日。 前登山口吉田口富士宮口御殿場口須り口開館1周年を迎える富士山世界遺産センター世界遺産・富士山の価値を国内外に分かりやすく伝える施設として昨年6月22日にオープンした富士山世界遺産センター。6月月19日月曜日曜から 25日日曜日はアニバーサリーウィークとして隠れ富士山を探せ展示室ウォークラリーなどのイベントを開催しますまた入館者全員にオリジナルブックマーカーをプレゼントしますなお開館記念日の6月22日木曜日は通常有料の南館に無料で入館できます展示内容 実際の富士山の1000分の1の大きさで作られたシンボルオブジェ富岳360富士山の中腹を時計回りに一巡りする信仰の道お中道を模した回廊などなお展示ガイドアプリ「富士巡り無料」をダウンロードすると見学をより楽しむことができます。開館時間8時30分から17時。 時期により閉館時間の延長あり休館日北館年中無休南館第4火曜日観覧料北館無料南館一般420円大学生210円高校生以下無料団体割引あり所在地南鶴郡富士川口小町船津 電話0555720259ファックス0555720211略図があります中央に国道139号線右で富士スバルラインと交差しその角に富士山世界遺産センターがあります 国道139号線の下に富士急行線の富士山駅と河口湖駅がありその間を中央自動車道が通っています駅の近くに河口湖インターチェンジがあり国道139号線に接続しています略図終わり右に富士山世界遺産センターの写真がありますインターネット 富士山世界遺産センターで検索「以上問い合わせ先世界遺産富士山課」「電話0552231316」「FAX0552231781」「インターネット山梨スペース世界遺産富士山課」で検索「お知らせ1」 山梨「人と人人と人は漢字で男と女」とのフォーラム開催6月は男女共同参画推進月間です。性別に関わりなく誰もが個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するため働き方改革に関するフォーラムを開催します。この機会に、 ワーク・ライフ・バランスについて考えてみませんか日時6月18日日曜日午後1時30分から4時場所県立文学館講堂甲府市内容基調講演働き方改革は生き方改革講師 NPO 法人ファザーリング・ジャパン・ファウンダー代表理事 安藤哲也氏シンポジウムなど参加申し込み電話ファックスメール問い合わせ先県民生活男女参画課電話0552231358ファックス0552231320インターネット山梨スペース 漢字で男と女またはひらがなで人と人で検索お知らせに農作業中の事故に注意をトラクター、昇降機、常用草刈り機など農業機械を使用中の事故や農地への往来時における運転事故が多発しています県では6月を 農作業安全強化月間と定めています農作業は焦らず急がず慎重にを合言葉に作業の安全に努めましょう問い合わせ先農業技術課電話055-223-1616ファックス055-223-1622インターネット山梨スペース 農作業事故防止で検索お知らせ3南アルプスマイカー規制を実施します南アルプス広瓦に通じる県営林道南アルプス線足安から広瓦及び県道南アルプス公園線奈良田から広瓦ではマイカー規制を実施します マイカーでお越しの方は足安か奈良田の無料駐車場に駐車し路線バスまたはタクシーを利用してください。帰省期間6月23日金曜日から11月5日日曜日なお帰省期間以外は当期通行止め利用者協力金片道1人100円問い合わせ先観光資源課電話055 2 2 3 1 5ファックス0552231558インターネット南アルプススペースマイカーで検索お知らせ4セーフティードライブチャレンジ123参加チーム募集123日間の無事故無違反に取り組む5人1組のチームを募集します 達成したチームはギフト券などの商品が当たる抽選会に参加できます。募集期間6月30日金曜日までチャレンジ期間7月21日金曜日から11月20日月曜日までの123日間応募資格運転免許を持つ県内在住者か在勤者参加費 1>, 1チーム3150円無事故無違反確認用の運転記録証明書申請料問い合わせ先交通政策課電話055-223-1353ファックス055-223-1335インターネット山梨スペースチャレンジ123で検索 お知らせ後住宅用自立分散型エネルギー設備設置費補助金の申請を受付中対象居住専用住宅に新たにエネファームリチウムイオン蓄電池及び V2H 電気自動車19電設備を設置しようとする個人受付期間、一時募集 6月30日金曜日まで2次募集7月3日月曜日から8月31日木曜日3次募集予算額550万円に残額が生じた場合のみ実施なお各自募集とも先着順問い合わせ先エネルギー政策課電話055-223-1502ファックス 「0552231505」「インターネット山梨スペース自立分散型補助金」で検索お知らせ6「食について考える」「食育推進シンポジウム開催」「6月は食育月間です」「食に関する知識などを身につけ」 健全な食生活を実践できる人を育てる食育を推進するためシンポジウムを開催します日時6月13日火曜日午後1時30分から4時15分場所県立文学館講堂甲府市内容基調講演食べると生きるはくっついている講師料理研究家枝本直美氏 事例発表参加申し込み電話ファックスメール問い合わせ先消費生活安全課電話055-223-1588ファックス055-223-1320インターネット山梨スペース食育進歩で検索 お知らせ7地域限定特例通訳案内士養成研修の受講生を募集県では構造改革特別区域法に基づき富士の国山梨通訳ガイド特区の認定を受け地域限定特例通訳案内士を養成しています県が実施する研修を終了した方は県内において報酬を受けて 通訳案内業務を行うことができます。募集期間7月7日金曜日午後5時まで研修場所県立大学飯田キャンパス対象言語中国語タイ語英語募集要件中国語検定2級相当以上実用タイ語検定2級相当以上等1 730点相当以上他募集定員各言語40人以内ただし合計100人以内面接審査7月22日土曜日問い合わせ先富士の国山梨通訳ガイド研修事務局株式会社ツーリストエキスパーツ東日本営業部内電話035840 5731インターネット山梨スペース特例案内紙募集で検索お知らせ8若者や子育て中の方の就労を支援します山梨仕事プラザサテライトではおおむね39歳までの就職希望者や子育て中の方を対象に就職や子育てに関する相談から 職業紹介までのサービスをワンストップで行っています場所富士山駅ビル旧スタ3階富士吉田市開所時間月曜日から金曜日午前10時から午後6時30分土曜日午後1時から5時なお併設のハローワークは月曜日から金曜日は午後5時15分まで土曜日は休業 問い合わせ先山梨仕事プラザサテライト電話0555728803ファックス0555728806インターネット仕事プラザサテライトで検索お知らせ9県政へのご意見ご提案をお寄せください提出方法次のいずれか1 県ホームページの山梨創造提案便送信ホームから2、県の施設や市町村役場、農協などに配置してある山梨創造提案便専用の用紙に記入して郵送またはファックスでなおいただいたご意見ご提案は知事が必ず拝見します問い合わせ先校長広報課電話055 ファックス0552231525インターネット山梨スペース創造提案で検索山梨県のテレビ広報番組ですなお番組内容が変更になる場合があります枠時山梨 YBS 月曜日午後6時57分から 7時、「6月5日今こそ働き方改革に取り組もう」「6月12日山梨の花にワクワクドキドキ」「6月19日女性の活躍を応援」「6月26日富士登山は安全快適に」当番組は「ワクドキ山梨」ブログでもご覧になれます。インターネット。 枠キ山梨で検索山梨イマジン UTY 水曜日午後6時55分から7時6月7日 LED 研究者小山田のどか6月14日アイリカリワウオヘンニサトゴミ藤尾6月21日駅員スイマーナシマト通る 6月28日、小松市、遠藤正美。当番組は UTY ホームページでもご覧になれます。インターネット、山梨イマジンで検索。山梨県の広報誌触れ合いは原則として毎月1日に新聞と山梨県ホームページ http コロンスラッシュスラッシュ www.com pref. 山梨 .jp に掲載します。発行山梨県庁広報課広報誌ふれあいについてのご意見やご感想をお寄せください。電話0552231339、ファックス0552231525、e-mail koucho @pref.yamana.sh.lg.jp 以上で「恋の山梨県の広報誌ふれあい平成29年6月号ボリューム158」を終わります。制作は山梨ライトハウスでした。